それでその前、高校に入られた時に使っていて、大学のあたりまで使われ、大学に入る時に変わられたんでしたっけね、楽器を。それでその楽器を変えてみて、何が変わりましたかね、ご自分の中とか演奏とか。やっぱりこう楽器自身がすごく自分自身をなんかこう導いてくれるというか、感じがすごくする時が前の楽器にはなかったことで、やっぱりそういう時に時々巡り合うとやっぱりすごく嬉しいなっていう気持ちになる。すごく楽器が教えてくれることとか、この音が出るんだなみたいなことを。この瞬間は時々訪れるんそうですね、練習しているうちにやっぱり見つけていくっていう感じですかね。練習したり本番で弾いたりしているうちに、だんだんとこう楽器と自分とかより。やっぱりその最初にこう楽器パッと変わられた時と、今までずっと弾かれていて、人間関係もそうなんですけどね、いい面も悪い面も見えてくると思うんですけれども、悪い面がなければ本当に一番いいんですけど、そういう点はどう感じられます？そうやっぱりこう1年とかそれ以上経ってようやくお互いに心を開くというか感じになってきたかなと思うんです。あとはやっぱり私はこれだけいろんな楽器とちょっと暮らしてるわけじゃないんですけど、接してると、やっぱその季節による変動とか、そういうのってすごく感じるんですよね。ですからある時はよく素晴らしいなと思ってても、それがちょっと機嫌悪くなってたりとか、それがまたちょっとした調整とかで変わってきたりとかっていうのはあると思うので、やっぱりそういう変化みたいなのは、ご自身の、その気分の波とか体調とかもちろんあると思うんですけど、楽器にもやっぱりそういうのってあると思うんですよね。それで苦労したっていうことは特にはないんですか？機嫌が悪いとか、楽器がですね。やっぱり湿気が多いとなかなかならなかったりとか、ええ。調子が変わったりとか、そういうことはあるんですけど、やっぱり基本的にはすごく楽器に対する安心感とか信頼感っていうのはすごくあったので、なんというか、それで。やっぱ楽器を信頼するっていうのは非常に大切なことだと思うんですよね。ですから前の楽器も決してそんなに悪いものではないとは思うんですけど、その信頼できなくなってしまうと、やっぱりいい音も出せなくなってくるし、自分も、なんていうんですかね、最高の気持ちで演奏できないとか、そういうことになってしまうと思うんですけども、ただやっぱりピアニストと違って、そこの会場にある楽器を弾くっていう、ピアニストには悪いですけども、ある種諦めができるじゃないですか。弦楽器奏者の場合は本当に自分の楽器を持ち歩いて、それもご自分の評価の一部となってしまうんであれば、やっぱりより良いものとか、より自分の能力を発揮できるものがっていうのは仕方ないので、ピアニストの方は楽だって言っちゃ失礼ですけども その面ではね、弦楽奏者っていうのは非常に大変な部分はあると思うんですけども、ただやっぱり本当に信頼して弾いてるか弾いてないかっていうのは、非常に大事な部分かなとは思いますね。やっぱり本当に自分がこう
藁にもすごいすがりたいじゃないですけど、ここぞという時だったりとか、それこそ楽器の調子があんまり良くない時とかに、やっぱり楽器との関係っていうのがなんか現れるというか、やっぱり楽器に対してあんまりどうもいまいちこう信頼できないものを感じていたら、そういう時にお互いこう距離感が出てきてしまう感じになってしまうかなって。